唐揚げ専門店発祥の地といわれる大分県宇佐市でダントツの人気を誇るのが唐揚げ大光。大光の唐揚げは皮はカリッカリで中はとってもジューシー。事前にその下ごしらえの時にもうその粉打ちをして、もう極力もう本当に薄衣でコーティングをして、で揚がった時にやっぱ外はパリッと中はジューシーで、旨味を逃がさないためのコーティングなんで本当薄くていいんですよね。つけすぎると今度逆に揚がった時に白っぽくなったりガリガリになったりするので、もううちはもう創業から薄衣でやってます。鶏本来の味を最大限に引き出すシンプルな醤油味は冷めた時も抜群に美味しく、うまさと食感にこだわった衣がパリッとして中がジューシーな唐揚げ。大人気店の店主が日清製粉ウェルナと共にプロデュースしたのは唐揚げ粉香ばし醤油味と香ばし醤油味ガーリック風味。こだわった部分はもう一番は食べた時 の、 その食感ですよね。そのネチョネチョ感っていうんですかね、その水溶きなので揚がった時に噛んだ時にサクッとなるように開発はしました。ありますあります、タコとハムですね。もう抜群にハムが抜群に美味しいです。唐揚げ大光監修香ばし醤油味と香ばし醤油味ガーリック風味をぜひご家庭でお楽しみください。